アアメメリカのメディアとトランプが特にメディアがトランプとどう戦ってきたかっていうのをまイ、あ、年の話としようと思ってるんですがちょっとそのメディアについて今の日本の状況なんかも含めて最初に何か宮田さんかからコメントありますか結局人間はある種の言葉の自動機械で、えー、流言飛語のような、まあ、皆さんご存知の伝言ゲーム伝連ゲームのようなね、うん、まあ,ある種の,あの情報の歪曲やでたらめ化がどんどん生じるわけだけれど、うん、それを あの継続的に修復するメカニズムが共同体あるいはそのスモールグループだったっていうのがね、うん、あのポール・ラザーザスフェルト,ーェルトピープルズ・チョイス、うん、あるいはあのジョセフ・クラッパーの議論だったんですよね。たいうん、ところがその、うんまあ、継続的な、えー、修復装置が、うんえー、事実上完全に壊れた状態ですよね。うんうん、でなので、まあ、流言飛語伝言ゲーム的なあのデタラメの流言飛語が。 つまりポストトゥルースが全く止まらない状況にダイレクトそういうことで,、ね、ですよね、うん、でもちろんあの共同体もとても大事なんだけれども、うん、実はマスメディアの機能も非常に大事だったっていうことが、うん、あの今回よく分かった。 マスメディアは大概、素材として間違ったことは提供していないけれど人々がそれをねじ曲げて理解するという図式だったんですけれどマスメディアがそもそも <laughs> あのそういう流言飛語伝言ゲーム的ネットワークの中にも巻き込まれてしまっている状況だというのが根、ね、日的なんだろうというふうに思いますこれもともとあの内部告発で,ですね CIA の職員がといわれて トップさんがこのウクライナのゼレンスキー大統領とのにまあ特に電話でえ結局、軍事援助というまあこれ、軍事支援って書いてあますが軍事援助というのをまあアメリカはしてるんだけどそれを一時止めてたと、はい、でその止めてい,い,いるそ,のまあそれを再開する条件としてえこのバイデンさんの 息子まあ次男ですよね。はい、このハンターというまあ次男がこれ何ですか弁護士なんですかハンターというのはええー、そもそも弁護士弁護士なんですが、はい、まあハンターというのが、えー、これはそのオバマ政権当時実はバイデンさんがまああのウクライナをまあ担当してたって言い方でいいのかな、ね、まあ担当していてであの、えー、そのウクライナの、えー、これはまあガス えー、石油企業というんですがブ,、はいえー、ブリスマという会社ですよね、はい、そこの役員についてたと、はいでえー、かなりその法外な報酬をもらってたんですよね、はい、この検事総長がその、まあ、検察ですよね、それが捜査するというふうにその、えー、意向を示していたところ、はい、当時のポロシェンコ大統領がですね、このキン検事総長を突然解任したんですよね。はい 数百億円,ですね、円でいくとね,ね数百億円です、ね、の、まあ、軍事予算をここで打ち切るとで、まあ、それを一つの、えー、人質にとってこの電話会談この7月の問題の電話会談ですね、はい、でこの、えー、電話会談の模様というのは、えー、中身があのもうホワイトハウスからテキストで実際に、ね、公表されているとあのホワイトハウスはね だから直接、あの軍事支援とは結びつけてないじゃないかという意味で逆にそれを言うために出したつもりなんだろうけど普通、あれ見るとちょっとさすがにあれアウトだろうとは普通思うと思うんだけど逆に今のニューノーマルな世界ではあれはむしろあの彼の潔白を示す証拠として出てきたのかと思って逆に驚いたんですけどどんな印象でしたあの電話会談のやり取りはコンテキストから見れ,見れば明らかにそう見我々が見ても見えるわけだけども。 でもそう見ないように見たら、ええー、最初一番最初のお宮台さんのお話じゃないですけども、ええー、とどう言えばいいんですかね、ええー、その一種別の共同体であそう見えるのかもしれませんね。<laughs> あのこれはもう無,無罪だ無罪だみたいなね、うん。あのテキストを見てこれはもう完全にアウトだなと思っている人にとっては別にもう一緒なんですよ。うん、ただ問題はなんであれのテキストが出たかといえば。 あそこのテキストには明治的にこれをやったらやんなきゃこれ出さないよって言ったところがないでなければ、うん、FOX ニュースとかそれこそショーン・ハニティショーとかは、うん、それを言ってないっていうふうに強弁できるようになってさえいればそれでいいわけじゃないですか、うん、だってその人たちに向けてしか政治やってないんだから、うん、変な話。うん、そこが多分 味噌なんですよね。うん、いわゆる両極化、ポラライゼーションはね、うん、意見のオピニオンの単に分岐を示しているんじゃなくて、前提をもう共有できないということを意味しているんだよね。うん、では同じ情報だっていうふうに昔思えたものが、うん、もう両極化から見ると全く違う情報に見えるっていう、ね、黒が白に見える、ね。そういうことですよね。<laughs> うん、そのダブルスタンダードというかね、トランプはなぜあそこまでやっても平気で。 民主党は例えばじゃあそれこそウォーレンドのバーニーだったらもうその千分の1でも多分もうすぐにアウトになっちゃうけど、まあ、バイデンでさえやっぱりあれでも支持率を落ちましたあそこまで落しましたよね。このののダダブルスタンダードでいうか基準の違いいっていうのは やはりあのバイデンさんというのは70年代からずっと上院議員で政治の中の人ですよねでのでそんな大きなことはしていない、えー、大きなことはしていないけどやったことは少しでも目立ってしまうところがあってトランプさんってやはり在野の人であって規格外ですか規格外のところがあってそれは多分あ後で日本との話になったとしても規格外の人が政治に入ってくる。 例えば石原慎太郎さんもそうかもしれないし、うん、大阪の橋本さんもそうかもしれませんけどそうすると少し別の基準で見るところがありますよねやっぱりあのアメリカのメディアはもう最初からやはり売らなくちゃいけないっていうことを考えてですね、うん、政治的アイデオロジーを、まあ、ちょっとにじませるところがあるんですね。うん、保守をこう応援してる人たちが見るそのメディアっていうのが歴史的にすごく少なかったんですね。うんうん そこにこの「FOX」というのが出てきて1996年ですけれどもそれまでものすごくこうメディアっていうのはリベラルなニュースを提供するところが多かった。なので「FOX ニュース」っていうのは、まあ、あの設立されてからわずか数年でですね あのネットワーク局にのし上がるアンカーじゃなくてもう完全にパーソナリティで自分の意見をあのガンガン言うんですねそれでどういうことが起きるかっていうと、まあ、例えば今のウクライナゲートなんですけれども、まあ、あ CNN とか MSNBC とか先ほどの表のリベラル系のところはウクライナゲートはまあ黒い黒いって報じてるんですけどもこのタッカー・カールソンとかショーン・ハニティはね あの今あなたたちが見聞きしていることは、えー、偽の情報ですまあフェイクですねというふうに、まあ、この時間帯を使って言うわけですね。うん、これはあの全くそのトランプさん、うん、それからトランプさんの報道官、うんえー、ステファニーっていいますね、うん、グリシャムという人が言っていることと合致してるんです、うん、だからそのおっしゃるようなダブルスタンダードっていうのができてきてしまう。だからメディアののいうのも、うん あるということを、あの、ちょっと指摘しておきたいですね。つまり、トランプ支持者は、もう圧倒的にフォックスニュースを情報源にしちゃってるんですよ。うん。二十パーセント。はい。で、もう、あとは <laughs>、ほとんど見てないと。ね。で、左の支持者は、まあ、こっちほどでは極端ではないですけど、もう自分の、あの、政治的な、まあ、イデオロギーとか、その、まあ、好みですよね。あった情報源しか、実際消費してないと。もともとは。 ケーブルテレビで多チャンネル化だけどいよいよこれはもうネットがついにこれ23に3人入ってきちゃってこの中でも、まあ、ハフィントン・ポストとかバズフィードとかまあ今ポリティコもまあむしろメインがもうあれですしその、ね、あのオンラインですし、まあ、オンラインがとにかくそれにまあ入ってきちゃったわけですよね。でそういう中でこれだけ多チャンネル化すればやっぱりそ,のそういうふうな,あのなんていうんですかねあのクオリティよりもとにかく あの衝,動で物を衝動で売るしかないっていうような状況が起きていわゆるジャーナリズムあるいは公共性っていうものがその損なわれるっていうことはあの予想 はされてななかったことなんですけど実際やってみてそうな,なっちゃってびっくりしてるっていうのが現実なんですかこれ例えばあのホワイトハウスの記者会にですねバズフィードであるとか、ね、ハーフポスト、ねえー、ポリティコなども入ってきてやっぱり多様性ができていろんな質問をするわけですね、はい、自分たちのビューアーに向かってですねそういう意味ではあの健全なこう競争っていうのが、うんまあ、ホワイトハウス記者会でも、うん、あるいは、まあ、大きな都市の報道に ついてててもあの起きてきてると思うんですまだ僕はアメリカに一つ望みがあるとすればね、うん、あのこれちょっと日本との対比で最後話していただきたいんだけどねあの、うん、CNN が、まあ、要するにトランプから徹底的に攻撃を受けて逆に CNN は今回だからもうすごい、うん、あの逆に今まで以上に左の方に、まあ、反トランプ側に寄って 寄っったた結果になったんだけど、まあ、特にあのジマ・コスタっていうホワイトハウスの,あの特派員が、まあそのえー、ホワイトハウスへの入場あの部屋に入るのを拒否されたつまり記者証を取り上げられたってことがあったでその時にホワイトハウスコレスポンデス・アソシエーションっていうのがあの FOX ニュースも含めて全部で抗議してで結局あのそれを取り返したんですね。 でさてあの実は今、日本でねまあ、この森達也のあの <laughs>、えーまあ、望月磯子の映画っていうのがもうすぐ公開される来月公開されるんですけれどもね昨日、試写会行ってきたんだけど望月、まあ、さんは今まあ、僕らから見れば、ね、東京新聞の社会部だから入れていてでも望月さんはすごい頑張ってるから僕は望月さんのファンだし応援しなきゃいけない立場だけど逆に言うとこれだけ入れているっていうのがアメリカの強みでもあるわけね。あの あの僕ら相変わらずまだあの中に入れないですから、ね、つ月さんみたいな人が一歩外に出ればいっぱいいるのにそれを全部シャッターアウトしてるから彼女が一人なんです中でね一人だからまあ彼女が国軍奮闘してるでそれは素晴らしいことなんだけどさ全然助けてないわけですよそのあの他のむしろ他の人たちがその内閣社会がむしろ官邸側に過ぎちゃってるわけですよねあの。応援するところが敵に回っちゃってると。でやっぱりそこが 日本の場合日本つまり日本の方が一見その秩序だって物事が進んでいるように見えてアメリカはぐちゃぐちゃになっているように見えてよっぽど日本の方がやばいじゃないかと。 僕はすごくそう見えるんですねっていうのは僕が中にも入れずにやってることを見ててあの記者会見が全て予定調和で事前に質問が全部もう取りまとめられて答えが全部事前に用意されて安倍さんはそれを読んでるだけの会見を平気でやってあの記者たちは全員それを知っていていいダクダクとその会見をやってそのまま原稿を普通に書いてるわけですよであのトランプでさえもちろんそんなことやらずにいきなり質問に答えてるわけじゃないですかあのトランプでさえねでしょ でそれがね、まあ、ちょそのそ日本のそれをどう思いますかって,って聞いてもしょうがないのかもしれないけど <laughs> <laughs> あれまさにスビック・バーチューイクるパブリック・マインド問題なんだよね。日本人の,あのメンタリティに関する <laughs>